バーチャル乗務員の徹子です。今日の鉄道ニュースは、 JR 北海道日高本線の普通区間を2021年に廃止です。 JR 北海道は27日、日高本線向川様2間について国土交通大臣に対し鉄道事業廃止を届け出たと発表した。日高本線の向川様2間は高波による路盤流出の影響で2015年より列車の運休が続いている。同社は2017年同区間の復旧断念とバスなどへの転換について沿線自治体と協議を開始し、2020年10月に妥結。今回の届け出に至った。同日提出した届け出の事業廃止費は2021年11月1日。なお同社は廃止費の繰り上げが認められた場合にはこれを2021年4月1日に変更するとしている。以上、鉄道ニュースでした。チャンネル登録・高評価よろしくお願いします。